サッカー日本代表は15日、埼玉スタジアムで FIFA ワールドカップ W 杯26アジア最終予選3次予選の第4戦オーストラリア代表戦に臨む。韓国メディア、スポーツ挑戦は現地時間14日に日本代表のホームで迎えるオーストラリア代表戦の展望について報じていた。サッカー日本代表、オーストラリア戦の予想フォーメーションはこちら。 日本代表は中国代表に7対0、バーレーン代表に5対0、そして強豪サウジアラビア代表を2対0で破り、3連勝でグループ C 首位の座に立っている。一方のオーストラリア代表は、初戦のバーレーン代表に0対1で破れると、第2節のインドネシア代表戦は0対0のドロー。その後、グラハム・アーノルド監督が辞任し、 トニー・ポポビッチ新監督のもとで臨んだ第3節の中国代表との試合では、先制されてしまったものの、その後3ゴールを奪い逆転勝利を果たしていた。同メディアは、両チームは自他共に認めるアジアの強豪だ、と題して、日本は FIFA ランキングで16位につけている。一方でオーストラリア代表は25位だ。しかし、両チームの現在の状況は全く異なる。 現在の両チームの状況について言及。日本代表については、日本はサウジの悪夢撃破で新しい歴史。過去参戦参敗の中東の地で日本サッカー史上初の勝利を飾った。と、歴史的に厳しい戦いを強いられてきた中東の地で、見事な勝ち星を挙げたサッカー日本代表が好調を維持していると強調していた。一方のオーストラリア代表に関しては、 監督が交代する右与曲折を経験している。良い雰囲気を続けようとする日本と逆襲に乗り出すオーストラリアが、W 杯本戦出場をかけて再び激突することになった、と、校長の日本に対して成績不振で監督が変わったオーストラリアのチーム状態は対照的であると言及している。そして、過去27試合で日本代表は11勝9分7敗。 39ゴール32失点を記録している。日本代表はオーストラリア戦最近9試合無敗だ。9年6月に行われたアジア最終予選以来敗北がない、と、ここ数年は日本代表が優勢であると報じていた。